どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。新シーズンが始まったということで、今回はシーズン13のピックアップガチャのラインナップを確認していきたいと思います。ただこちらの天命破業のページを見ると、誰でもラインナップっていうのは確認できるということになってますので、前回シーズン12のピックアップガチャとですね、何が変わったのかっていうのをですね、照らし合わせながら確認していって、でそのピックアップガチャの評価みたいなのもしていけたらなと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まず一つ目が威風凛然ガチャですね。こちらのガチャで引ける武将っていうのは前回のシーズン12と何も変わってないということになってます。で、低配数武将に関しては呂布馬超、太子寺、学神ということになってるんですけども、この4人というのも前シーズンから変更なしということで、全く変わってないということになってますね。で、このガチャに関しては僕は低配数武将はですね、どれも欲しい武将ということになってるんで、結構魅力的に感じるんですよね。ただその宝徳、王宗、曹純、長城、馬頭、顔料、この6人がですね、高配数っていうことになるんですけども、低配数以外っていうのはですね、あまりにも魅力がないかなっていうところなんですよね。まあ長城なんか突進めたら結構面白いかもしれないんですけども、他の武将に関してはね、ちょっと使わないかなっていうところがあって、っていうことになるとですね、ちょっとガチャ回すの怖すぎるなっていうところでですね、手が出ないところはあるんですよね。次は文武兼備ガチャなんですけども、こちらに関してもシーズン12と変更点は全くないということですね。武将のラインナップ、あと低配数武将ともに同じということになってます。で、低配数武将は SP 主春、 SP 純育で勘銀兵、 SP 諸葛亮ということでですね、 SP が3人もいるということになってるんですよね。で、どの武将もですね、割と使える武将たちばかりということになってるので、これもなかなか引く価値があるんじゃないかなというガチャになってると思いますね。まあただ僕の場合はですね、 SP 諸葛亮と勘銀兵が貫突しちゃってるっていうことで、低配出ですらですね、半分は外れということになってしまいますので、ちょっと怖くて回せないっていうところがあります。また、高配出に関してもですね、炎術、旅毛、再炎、ごつとつこつ、王兵、数士ということでですね、一般的に優秀と言われてる武将って言いますと、ごつとつこつぐらいで、で、このごつとつこつは僕、貫突させてるっていうことでですね、ラインナップは悪くないけども、その突具合っていうのが僕と合ってないっていうことでですね、ちょっと回しにくいなっていうところはあります。次は光陵運ガチャということなんですけども、こちらのガチャに関してもですね、ラインナップおよび低配出というのは前シーズンと変わらないということになってます。で、こちらのガチャに関してはですね、関羽、陸遜、出し大王、 SP 周遊がですね、低配出ということになってるんですけども、まあ、出し大王に関しては未知数なところありますが、残りの3人というのは非常に優秀な武将ということになってますよね。で、さらに SP 周遊、陸遜に関してはですね、あと1人、テーフなんかを入れるとですね、射食弓という強い編成ができますよね。なんで、射食を組んでて、SP 周遊と、あと陸遜をですね、突まだ貫突させれてないっていう方はですね、このガチャガンガン回すとですね、もしかしたら突が進むかもしれませんよっていうところではありますね。で、噂では関羽が飛行聖将という非常に優秀な事件戦法の餌になるということみたいなので、まあ、100% かどうかはわからないんですけども、それを狙ってっていう方だったらですね、関羽をここで引いておくっていうのもありかもしれないですね。で、高配出に関しては関公、関寧、立功、祖獣、高孫さん、郊外ということでですね、今までにないラインナップですよね。かなりいいと思います。関公、関寧に関してはですね、もう言わずもがな高火力武将ということでですね、特に突が進めたい部類の武将っていうことになりますよね。で、祖獣に関してはですね、サポーターとして非常に優秀で、これもまた突進ませるとですね、かなり強くなるということで、で、いろんな編成でも使えるんでね、欲しい方はいるんじゃないかなと思います。で、立功、高孫さんに関してはですね、まあこれといって強い編成っていうのがですね、数多く見かけられないということにはなってるんですけども、決して弱い武将ではないということになってますし、まあ郊外はね、もうフレンでええかなと思うんですけども、まあラインナップとしてはかなりいいかなということで、このガチャ回す人多いんじゃないかなと思いますね。で、4つ目、ゴータン無比なんですけども、こちらに関しても、シーズン12と一切何も変わってないということになってます。星4武将がもしかしたらっていうところはあるんですけど、ちょっとそこまでは確認してないですね。
で、手配す部署はですね、SP 炎章、周隊、長方、満長ということでですね、まあこれに関してはどの部署も非常に優秀かなっていうところはありますけども、まあ周隊に関してはいろんな編成で使えるんですけど、SP 炎章、長方、満長に関してはですね、そこまで組める編成っていうのが多いわけではないということになってて、で、これらの武将を共に使うっていうような編成もないということで、どうしてもピンポイント狙いみたいなですね、非常に険しいガチャになることが予想されるということですね。で、後輩数のラインナップに関しては、陳軍、玄関、陳東、帝府、高順、東伯ということで、帝府というですね、僕が個人的に後輩数武将の中で最も優秀と思える武将っていうのが、ここで登場してるわけなんで、まあ、ここを引く価値っていうのは非常にあるかなと思うんですけど、まあ、割と帝府ってね、シーズン1から登場してる後輩数なんで、とっと進んでる方が多いかなと思うんですよね。っていうことも考えるとですね、このガチャを好き好んで回す人っていうのは結構少なそうな感じはしますけどね。他の後輩数に関してもですね、まあ東伯に関しては若干使える部分はあるかなと思うんですけど、その他の武将に関してはまあ外れって言ってもいいような内容になってますしね。ちょっとこのガチャはおすすめはしにくいかなという内容のラインナップということになってます。次、外星の際ですね。こちらに関しては内容が若干変わってますね。シーズン12では紳士がいたんですけども、もう紳士がラインナップから外れて、代わりに新武将の諸葛閣が入ったということになってます。で、手配数武将がですね、超閣義援、SP 閣下、王元気ということになってますね。後輩数武将はどれも優秀ということになってますので、後輩数狙いっていうことだったらですね、かなり熱そうなガチャかなと思いますね。ただ僕の場合はですね、ちょっと聴覚と大元気が貫突してるということなので、まあ、低配数の半分が外れになってしまうということで、ちょっと回しにくいかなっていうところですね。で、後輩数に関してはですね、準優、紹介、遺跡、で、諸葛閣、芝木、長春かということになってて、どうだろうな、まあ、後輩数ラインナップっていうことを考えたらですね、悪くない部類に入るんかなっていう気はしますけどね。まあ、芝木なんかはですね、内政武将ということになってるので、僕はいらないかなと思うんですけども、やっぱり新武将欲しいっていう方はですね、狙ってみてもいいかなと思いますし、順位を絡めたような編成でもですね、結構強いのはあると。長春かなんかだと、まあ、強いテンプレで組めるし、スタートでも使えるということで、凸が進んでないっていう方は狙い目かなっていうところがありますので、まあ、ガチャ引く引かないっていうのは手持ちの武将の凸次第っていうところはあるんですけどね、まあ、フラットに見るとですね、いいガチャの部類に入るんじゃないかなと思いますけどね。ハズレっちゅうハズレが少ないようなガチャに見受けられます。そして最後、風紀運輸ガチャということなんですけど、こちらが結構変わっております。まずラインナップでの変更点と言いますと、文州がいなくなりました。これは嬉しいですね。で、文州の代わりに SP 流用が入ったということでですね、新武将を突させたいという方はですね、ここで決めてもいいんじゃないかなと思います。でですね、低配数武将がもう各 SP 流用で、脅威と SP 流用ということになってて、まあ、このメンツっていうのはそこまでいいかなっていう気はするんですけど、ちょっと微妙かなっていう気はするんですけども、前回までですね、サジが低配数武将だったんですよね。なんですけど、サジがここで高配数武将になったということでですね、で、サジってかなり使いやすいですから、引きたいっていう方多いと思うんですよね。なんで、新武将およびサジ狙いみたいな方はですね、ここのガチャ回してみてもいいんじゃないかなと思いますね。で、後輩数武将に関しては、長江、江中、孫権、江蘭、江月へということでですね、一応は、その内政武将はいないということで、その点は評価できるかなと思うんですけども、そうですね、これといって強い武将っていうのがいないっていうのが後輩数になってますよね。まあ、江中とか孫権とかはですね、まあ、使えるシーンはあるかなと思います。で、光月園に関してもですね、スタメンとして使う機会っていうのは多いんですけども、ただ、突進ませんでも使えるなっていうところがありますので、っていうところがあって、後輩数はあまり魅力的には感じないですね。で、低配数に関してもですね、そのすべてのピックアップガチャの低配数のラインナップをフラットに見たときはですね、このガチャっていまいちかなと思うんですけども、やっぱりさっき言ったね、サジが高配数で、で、新武将もいるということでですね、この辺が欲しいという方専用のガチャということになるかもしれないですね。
はい、いかがだったでしょうか。今回はピックアップガチャのラインナップを一緒に確認していったわけなんですけども、僕だったらイフーリンゼを回すかなっていうところですね。これは低配数武将が全て熱いからということになっております。ただそれでも回さないかなっていうところですね。で、他のガチャもですね、魅力的なのはあるんはあるんですけどね、やっぱりその低配数が貫突しちゃってる兼ね合いとかがあって、まあ回したくても回せないみたいなね状況になってるので、ピックアップっていうのはだんだん回さんようになっていくんだろうなっていう気がしてますね。やっぱり1点狙いっていうことだったらですね、もう3万やそこら課金したところでですね、なかなか引けませんからねっていうことを考えると、怖くて回せないっていう状況になってしまってますけどね。ただこうなってくるとですね、2シーズン連続でピックアップガチャを回さなかったということになってしまいますので、ぼちぼちまた大幅にラインナップっていうのを変更してみてもいいんじゃないかなと思いますね。この辺は運営さんに期待するしかないということなんですけど、例えばノーマル周遊とかだったらですね、需要が結構高まってきてるかなと思うんですけど、ピックアップには登場しない武将になってしまってますので、こういったのをですね、再度ラインナップに入れるためにですね、大幅なモデルチェンジっていうのを行ってみてもいいんじゃないかと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。